さあ、いよいよ始まります。この一戦、好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。フランス対全日本、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、フランス。攻守にバランスの取れたフォーメーション。フィールドのアーティスト、ピエール君とキャノンシューターナポレオン君のホットラインは要注目。そして守備の要、ジャン君が後方を支えます。そしてアウェーサイド、全日本。攻守にバランスの取れたフォーメーション。我らがキャプテン、翼君を筆頭に、おなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念は、どのチームにも負けません。まもなくキックオフです。熱戦の火蓋が切られました。チャンスが決まった。ピエール君、激しいタックル。華麗なルーレットだ。翻弄ピエール。まずい。ここは勝負を避けた。それボッシ君、センターラインを越えて、ナイスプレーだ。キュリータックル。フランス、ここで作戦を変えてきました。ヒューガ君、どうだ、センターライン、ナイスプレー。ここからロングフィードを送った。ナポレオン君、ロングパスを送ります。ソーダ君、スライディングでカット。ナルセル君、激しいタックル。ミサキ君、ここで奪った。はぁ、ヒューガさん、ゴール君、タックルを決めた。このパスをトラップ。全日本、慌てて守備に戻ります。ハピエール、華麗なルーレットで翻弄。まずい、余裕。ここで激突。両者譲らず、ボールは真上で空高くで火花を散らす。ああ、これも取った。パントキックで大きく蹴り出した。ロングボールを送るナポレオン君、このボールをコントロール。ピエール君、ここは抜かせません。俺たちの戦い方を見せるぞ。こんなサッカーでフィールドを制御するのか。ピエール君、自重が華麗にフィールドを舞う。ワンスライダー、ここで必殺の一撃を叩き込んだ。若林君、このシュートに反応している。さすが若林君、ナイスキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。ロングボールを送るナポレオン君、このボールをコントロール。体ごとぶつかっていった。よし、パスを回す。ドラッチが決まった。ドリブルで突破。ボッシ君、このボールをコントロール。必殺のシュートを放った。ジトー君、このボールに立ちはだかる。アンボス、このボールをブロック。カサオ君、パスを出します。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。ピエール君、美しいターンでいなした。華麗なルーレットで翻弄。まずいぞ、みんな体ごとぶつかっていった。カズオ、右へ回します。
これはタッチを割ります。フランス、この位置からのスローイン。あとロングスロー。さあボールを押された。あっという間に前半も15分が経過。スライダーシュート。ここから掴むのはどちらのチームか。ジトー君、体で防いだ。いけ。このタックルは崩れに終わります。体ごとぶつかる。ナイスプレー。フェレーリ君、右サイドへと展開。はっ。ドリブルと見せかけてパス。もらった。うわ、くらえ。スライディングで止めた。あれ、クレスト君、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。翼くん、お箱のヒールリフトだ。ヒューガくん、センターラインを越え、ナイス。ここからロングフィードを送った。もらった。横をすり抜けた。ナポレオンくん、ここからチャンスを作れるか。よっしゃ。ここは抜かせません。ミシェルくん、シュートだ。若林くん、ゴールを守った。フランス、この作戦指示が功を奏するか。ピエール君、ボールを奪った。華麗なルーレットで翻弄。ナイスプレーだ。翼君、スルーパスを狙う。敵陣で攻め込みます。チャージが決まった。ここで奪った。このタックルは2つに終わります。マルセル君、激しいタックル。よっしゃ。ガー、これはドローだ。よっしゃ。ナポレオ君、これは強力シュートか。いや、さらにいいシュートだ。究極の砲弾が放たれた。若林君、ボールはまだ生きている。さあボールを抑えた。チャージが決まった。よっしゃ。ジトー君、ボールダッシュ成功。なんという破壊力だ。ここはパスを出した。フランス、これは戦い方を変えてきたようです。もらったぞ。ここは抜かせません。コーナー君、ここはパスに当てられた。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。いけ。フランス、これは戦い方を変えてきたようです。あ、このシュート、ネオドライブシュートのネオタイガーショット。これがタイガーショットゴールデンスリーブ。これは反応しているぞ。あっと、これを弾いた。時計は30分を過ぎました。決勝アディショナル。ナイスプレーだ。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。フランス、この位置からのスローイン。あっと、ロングスロー。ここで大きくサイドチェンジ。このパスは通らない。敵陣へ攻め込みます。翼くん、うわあ、これはまさかの合体。混戦が最大の力だ。いっけー。ここか。このシュートに反応している。ゴール取りに決まった。ああ、やったで翼。フランス、前半を終えて1点のビハインド。しかしこの注目の後半戦。フランス、これは戦い方を変えてきたようです。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ピエール君、激しいタックル。攻めるぞ、みんな。その可憐なサッカーでフィールドを征服するのか。ドリブルと見せかけてパス。よっしゃよっしゃ。うわ、カスソリタックルだ。このスライディングが決まった。はっ、よし、もらったぞ。ここは抜かせません。両者激しく激突。ボールは高く打ち上がった。空中でぶつかり合う。ナポレ
決をものにした。これが若林源蔵だ。パントキックで大きく蹴り出した。マルセル君、ロングボールを送る。もらった。回して振り返った。ジトー君、ボール脱出成功。何？翼君、ボールは友達、渡しません。マルセル君、激しいタックル。パスを受けた。ピエール君、美しいターンでいました。華麗なるナイスプレーだ。ピエール君、これを出すしかない。シュートを放った。あっと、これはデュアルスライダーシュート。狙いすました一撃を放った。見えた。さすが若林君、ナイスキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。フランス、ここで作戦を変えてきました。それにやめるな。やっと奪い返した。ボール君、素早く横にかわす。ほら、こいつだ。ナポレオン君、いいぞ。これで決まりだぜ。これは大砲のように力を示すのだ。ほら、あっと、これを弾いた。パスを受けた。ふん、ナポレオン君、ナイスプレー。ピエール君、タックルの決め手。これがアスパリから渾身のスライダーシュートだ。一着君、ここはとっさに顔面ブロック。よく横飛びで抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。ロングボールを送る。ここでパスカット。それ、ボールダッシュ成功。よっしゃ、これで決まりだぜ。これは大砲のようにシュートだ。横飛びで抑えた。フランス、この作戦指示が功を奏するか。パントキック、どこまで運べるか。ボールも奪った。マルセル君、ここは勝負を避けた。マッシュ君、横にかわして突破。ここはパスに切り替えた。両者激しく激突。空中での激突だ。ピエール君、この大一番を制する。横飛びで抑えた。パントキック、どこまで運べるか。翼君、お箱のヒールリフトだ。あっと、奪い返した。ここが勝負どころだ。行くぞ。フィールドを征服するのか。美しいターンでいなす。ナイスだぜ。バカな。華麗なルーレットで翻弄。美しいフォームからゴールスライダーシュートだ。横飛びで抑えた。ジトン、パスを回す。チャージが決まった。ピエール君、美しいターンでいなした。それマサオ君、ここはパスを出した。やめるな。ベレーリ君、ボールダッシュ成功。ドリブルと見せかけパス。ピエール君、なんという華麗なプレーだ。やるじゃねえか。渾身のシュート。これは負けん。ピエール君、美獣が華麗にフィールドを舞う。そしてここで必殺の一撃を叩き込んだ。取った。まさに鉄壁の守り。パントキックで大きく蹴り出した。ロングボールを送る。あっと、この位置でバスケット。ピエール君、美しいターンでいなした。全力出せるか。相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。みんな行くぞ。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りました。フランス、邪魔だ。ナイスプレーだね。ミカか。これが俺のネオカリガーコットだ。これを正面から抑えに行く。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。マサオ君、ボールを奪った。チャージが決まった。マッシュ君、絞って早く横にかわす。ナポレオン君、ここからチャンスを作れるか。マサオ君、ここは抜かせません。チャージが決まった。ピエール君、美しいターンでいない。いかんとない。俺の足取りから渾身のスライダーシュート。懸命に飛びつく。キーパーごと突き刺さった。これが俺の磨き上げてきたシュートだ。しかし、なんだと。
い方を変えてきたようです。ヒューガハピエル華麗なルーレットで翻弄ドリブルで突破オッキ君まずいな必殺のシュートを放ったこれも取ったパントキックで大きく蹴り出した大きくパスゴッシュ君ロングパスを受けます。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。ロングパスだパスを受けたナポレオン君ここはパスを出したそうだジョルジュ君これは必殺のロングパスだこれはゴールラインを割ります。全日本ゴール前からどう展開していくか。長いパスが通ったそれゆうた君両者一歩も譲らず試合は延長戦へと突入します。それ延長戦開始です。どうだ君ナイスプレーだピエール君激しいタックル華麗なルーレットで翻弄ドリブルと見せかけてパスナポレオン君センターラインを越えてまずいよし力を込めたキャノンホープランカスルードだこれは反応しているぞあっとこれを弾いたさあボールを抑えたよしアーチが決まった勝ったくそドリブルと見せかけてパスやった激しいタックルマルセル君ここは抜かせませんドリブルでボールを運ぶパスを出しますゴッシュ君ここはパスに切り替えた俺たちの戦い方を見せるぞ華麗なサッカーでフィールドを征服するのかナポレオン君ここは抜かせません数的不利からどう打開するかミサキ君ここで止めたマルセル君ここは抜かせませんおっと攻守交代だ味方だ俊足を駆使した突破はまずいぞスライダーのような攻撃早くシュートここは横跳びで鋭く反応アモロ君これはキャッチできないパスを受けたこのパスをトラップ全日本まだ守備の体勢が整っていませんピエール君美しい顔でいなした渾身のシュートあっとこれはまさにしなやかなプレーでまさに一撃を放った石崎君ボールを奪うことができませんわかっあっとここで前半終了の笛ここで作戦を変えてきましたピエール君ここは抜かさません美しいターンでいなしたピエールナイスプレーだ余裕ここで激突これは互角の勝負だ空中でぶつかり合うこの大一番を制するこのシュートを完璧にブロックパントキックどこまで運べるかピエール君ボールを奪ったよし剥がしたジュコ君ここは抜かせませんヒューガパスを回すヒューガさんよしヒューガ君センターラインを越えてもうタイガー食堂だジャン君強烈な後ろ回し蹴りが爆発シュートの勢いを体で止めましたジャン君ここはパスに切り替えたそれはっ後ろとぶつかっていったそうヒューガ君センターナイスここでパスカットもらったぞピエール君これでスライディングでカット抜くまずい美しいターンでいなした
攻めるぞ、みんな。その可憐なサッカーでフィールドを征服するのか。こいつだ、鋭いドリブルで抜き取れ。早くぞ、シュートだ。アモロ君、ボールはまだ生きている。ゴールだ、シュートだ。ゴールを守った。ここでタイムアップ。責任重大な一番手として登場です。これやるか、ナポレオン君。このシュート、やったぜ。重要な一番手を担います。集中していくぞ。さあ、どうだ。鮮やか。このためにグラウンドに立っているんだ。ゴールを見据え、ゆっくりとボールをセットします。これはどうだ。取った。まさに鉄壁の守り。リードを奪える場面で大役が回ってきました。ゴールを見据え、ゆっくりとボールをセットします。これはどうだ。ボッシ君、決めたぞ。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。この調子で逆転しよう。この場面でリードを広げることができるか。やった。狙いすましたシュートで、やった。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。油断するんじゃねえぜ。これは見事にキャッチ。